この項目では、トルコの都市であるアンタルヤに存在する路面電車について解説する。以下の2種類が存在し、2020年現在、双方ともアンタルヤ交通石油商業公社によって運営されている。1999年2月27日に開通した地中海沿いを走る全長 5km の路面電車路線。多数の歴史的な収蔵物で知られる。 アンタルヤ博物館と接続する博物館電定を含め、区間内には10カ所に電定が存在し、沿線には古くからの建造物をはじめとした数多くの観光名所が存在する。使用されている車両はアンタルヤの姉妹都市であるドイツのニュルンベルクで、使用された旧型電車が譲渡され、主に電動車と付随車を連結した二両編成で運行する。二千二十年現在は、 T2 号線と位置づけられており、以下の路線で運行している。2009年12月25日に最初の路線が開通した超低床電車を用いたライトレール路線。愛称のアントレーはアンタリア大都市圏自治体ライトレールシステムプロジェクトの略称である。その後、2016年にこの最初の路線にあたる T1 号線は2016年7月に エキスポ電停及びアンタルヤ空港へ直通する支線の延伸が実施された一方、2019年8月11日には、アンタルヤ中心部と北部を結ぶ T3 号線が開通した。この T3 号線は2020年時点で孤立した路線となっているが、今後実施予定の延伸後は、地下駅である乙川駅で T1 号線と博物館電定で、 T2 号線と接続することになっている。2020年現在、T1、T3 号線に合わせて、以下の3系統が運行している。そのうち、T1 号線は空港へ向かう列車とエキスポ電停へ向かう列車が存在する。営業用車両については、2020年現在以下の2種類が用いられている。2019年の T3 号線開通時点では、 計3 2両の車両が在籍しているが、T3 号線の延伸などへ向けて、最大47両の増備計画が存在する。ノスタルジアで運行しているもと、ニュルンベルク市電の旧型電車については2016年時点で、老朽化によるメンテナンス費用の高騰や予備部品の枯渇が課題となっており、T3 号線の延伸が完成した後、 ノスタルジアこと T2 号線についても高企画のライトレールへと転換されることになっている。ただし、この旧型電車については解体されず保存される予定である。ありがとうございます。